こんちゃんモノパレットのアゲミとイケミとリムと2リットルのコーラあとちょっとやなと思って思いっきりこうやって逆さに向けたら予想以上に入ってて溢れるサムです。初あるある挨拶ということで、はい、ということで本日の企画でございますけれども、皆さん日常の中で略語って使ってますよね。例えばガチとか、ガチがガチンコ、そうです、うん、とか、リモコンとか、リモートコントローラー、エアコンとか、うん、エアコンディショナーとかね、いろいろこう略語を使ってると思うんですけれども、うん、それの意味って今サンブさんは全部出てきましたが、うん、本当に理解して使ってんの、あ、リモコンな、エアコンな。正式名称クイズってありましたけど、はいはいはい、何にもその正式名称を知らずに略語で使ってませんか、ということで、本日はこの企画を持ってきました。題して、略語クイズー。先ほども言った通り、略語をこれから僕が言いますので、そちらの正式な名前をフリップに書いてお答えください、といったシンプルなクイズになっております。まあかなりね、簡単なものから難しいところまで、幅広くご用意させていただいておりますので、はい、ぜひそちらの方を答えていただけたらなと思います。はい、すいません。それでは企画の方やってまいりましょう。よいしょー。それでは、まあ簡単なところからいきましょうか。まあ、これは全員正解してほしいレベルでございます。はい、第1問、リハビリ。え？え？リハビリ？さあ、お答えください。リハビリな。なんかさ、段階ってある。いや、これ簡単ですよ。わかった？はい。さあ、書けましたでしょうか、はい、それでは、自信満々だってゆきみさんからいきましょうか。はい、これも完全に完全回答です。はい、リハーサルビリーズブートキャンプ。迷ったんだよ。迷ったの、これです。迷ったの、これ体動かしてるもんね。まだ何択やったこれ。これじゃあサムさん。はい、リハーサルビリーアイリッシュ。リムちゃん、リハーサルビリンガル。だから大喜利じゃないんだよこれ。違う違う、当てに当てに当てるってます。正解はリハビリテーションでございます。そうです、リハビリテーションっていうワードのテンションを切ってリハビリ。あ、リハビリテーションのリハビリか。あ、それしかねえじゃん。言ってよ。サンブただ単に歌り走ってる。ただのビリーアイリッシュのリハーサル。これちょっと鳴らしでバッドガイ歌ってるだけです。じゃあ続きまして第2問。ダントツ。はい、ダントツ1位とか。そう、ダントツ1位とか。今回当てに行こっか、大喜利やめて。さっきあの一応クイズっていうことを教えてもらった、はい、うん、じゃあリムちゃんから。はい、段違い突入ポケモン。これはね、大喜利としても失敗だよ。もともとは段違い突入で本当に当てに行ってたの。段違い突入です。段違い突入ね。サムさん、段突ってことだったんで、はい、間に一個ずつ漢字が入るんじゃないかなということで、断然突出、頭一つ抜けてるよっていう。なるほどなるほど、はいはい、ぽいですね。ゆきみさん、はい、段違い突待ち。ゆきみよくやってるよね。これ、俺断突って言ってます、これ普段から使ってます。ムカつく攻め方してきたな。正解の方発表したいと思います。はい、正解はサンブさん惜しい、断然トップ。あーでございました。これゆきみが段違いって言ったらここ合ってんのか思っちゃった。確かに断突の突ってカタカナよ、言われてみれば。そうです。じゃあ断突じゃね、断突。まあでも断突ということで。間違ってるよそれは。まずくね。ちょっとレベル感間違えたかもしれない。今からレベル下げます。ちょっとこのクイズをどういうものかをまず理解してほしい。いやいや、これは大喜利じゃなくてクイズだよっていうのを分かってほしい。第3問目いきたいと思います。はい、第3問、カラオケ。これはもうたくさん利用させていただいてますから。カタカナ書き間違えんだよ。怖っ。言わな、こいつションのちっちゃいやつをまず最初ちっちゃい A にして、シェンやんかそれじゃんって言って、おいって叩いたらちっちゃい O 書いてる。じゃあゆきみさんから。はい、俺も最初のねリハビリで学びました。はい、リハビリだからといってリハビリなわけじゃないんですよ。はい、カラオケも一緒です。はい、カラオケテーション。バカの学び方。学んだね俺。じゃあリムちゃん、カラーバリエーションオーケストラ。なるほどね、いろんなバリエーションの色があるオーケストラ。そうそうそう、音楽を色に例えてますから。じゃあ最後サムさん。じゃあ空っぽのオーケストラ。はい、わけねわけねじゃん。ということで、正解は空のオーケストラ。サムさん正解。ガチ、ガチです。え、空のオーケストラ、カラオケでございます。マジでわからんかった。頼む頼む、 0.5 くれ、オーケストラになってるから。頼む、お願い。 0.5 ポイント。よしよしよし。おい、アホプレイやんけ。やっと初正解、初正解。
けましたの問題。サンブさんこれわかるんじゃないですかね。第4問。チューハイ。お酒のね。チューハイ。誰から言った方がいいですか？無理やもん、ここ。それでは、リュウちゃん。はい。マジでわかんないです。チューイングハイテンション。お酒飲んだらハイテンションになるじゃないですか。じゃあ続きまして、ゆきみさん。チューイングハイボール。わぁ、チューイングかぶり。なるほど。チューイングハイボール。ハイボールっていう酒があるやん。あえて。なるほどね。そう。裏張りってこと？そう、裏張り。はい。それでは、サンブさん。焼酎ハイボール。ということで、正解は、焼酎ハイボール、サンブさん正解。0.5、0.5、0.5。ゆきみさん、0.5。やった。まあ、焼酎ハイボール。これは出てこてもない。焼酎で作られたハイボールが、酎ハイと呼ばれておりますと。じゃあ、続きまして、まあ、わからない中でも、難易度を上げていきたいと思います。はいはいはい。第4問、割り勘。まあ、0.5 は取れるな。1点取りに行けちゃうんだ。感情が当たっていても、0.5 ポイントは上げません。リムちゃんから。割り合い感情。はい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 。割り合い感情。なるほど。サムさん。割り下感情。すき焼き？すき焼きの割り下。ユミさん。これね、あえて感情と言わずに、割合カンパ。はぁ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 。ちゃんとみんなからカンパ。カンパする。そうそうそう。という意味で、正解は、割り前感情の略語でございました。割り前感情ってことです。ちなみに、カンパは、カンパニアの略語でございます。あー、まあそうだよね。絶対略語だもんね。はい、続きまして、第6問。これはね、はってなると思います。演歌。え、歌の。はい、演歌。演歌は実は略語でした。これの正式な名前を教えてください。はい、それではゆきみさんから。俺も雰囲気。うん、演劇かよ。いいですね。じゃあ続きまして、サンブさん。演劇歌唱。演劇歌唱。一緒です。演劇歌唱。演劇歌唱。うん、なるほど。正解の方発表していきたいと思います。正解は演説歌。演説歌、略して演歌でございます。略さんで、略さんで。へぇー、学びがある。さあ、それでは最後の問題と行きたいんですけれども、最後当てたい。最終問題。食パン。え、よく考えたら浮かんでくるかもしれない。さあ、皆さん書き終わりましたでしょうか。はい、うん、それではゆきみさんから。食品パンプル。食品パンプル。五感です。パンプル。リムちゃん。食卓パン。食卓パン。はい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 。サンブさん。もうこれしか出てこんか。食用パン。なるほど。まあ皆さん、そうですね。まあ正解はいないと、とりあえず。正解はいらっしゃらないんですけれども、まあいい線いってらっしゃる方がいらっしゃいます。正解は主食用パン、略して食パンらしいでございます。主入ってれば合ってたってことか。さあ、ということで、こちら最後まで問題をやってきましたけれども、はい、最終的なポイント数がゼロ。二人とも 0.5 か。0.5、まあ、0、ぶっちゃけ。ゆきみも 0.5 ポイント、サンブさん2ポイントということで優勝、サンブさん。はい、ということでですね、皆さん、何気なく使っていた言葉だったりとか、耳にしていた言葉が実は略語で、正式な名前があったよっていうのが今回勉強できたと思いますが、ぜひね、これからも使っていく名前の正式名称、しっかりと覚えて使っていくようにしましょうといった動画になっております。さあ、では以上、モロパレットでした。そうです、毎回論外しょうもないから、もう曖昧なんか望んでない。光が差す、声がカートならせ、今は